まあ、苦しい時間帯もありましたけれども勝ちました、90分振り返ってください。まあ、そうですね、1試合通して、まあ、結構苦しい展開の中で、まあ、こういう勝ち点3を取れたことが、まあ、良かったかなと思います。久しぶりの、まあ、スタメン出場でした。まあ、スタメンで出るにあたってこう意識してたことってありますか？まあ、とにかく自分の与えられた時間の中で自分の力を 100% 出し切るということだけを意識してプレーしました。まあ、結果的に言うとそれが今日はまあゴールという形で、はい、自分の中でも満足のいく結果になるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう？まあ、そうですね、やっぱりチームの勝利のために自分が点取るということはやっぱりこれからも続けていかなければならないと思うので、やっぱりそこはこだわってやっていきたいです。ゴールの場面ちょっと振り返ってください、動き出しのタイミング含めて。まあ、そうですね、福さんがボールを持った瞬間に、まあ、ちょっと相手をする動きから背後に出て、まあ、あとはタイミングだけは計らって走ったら福さんが質のいいパスをくれたので本当に決めるだけでした。ゴールキーパーかわすところももう冷静でした、見えてました、キーパーの動き。まあ、自分もあの時は冷静になれてかわすことができました。あの後も結構まあ攻撃の場面、いい形になりそうかなっていうところまではいけていながら、そこからちょっともう一歩出ない場面もありました。あの日はちょっと何が足りなかったでしょう？やっぱりチームとしてもっとボールを保持して、あと試合を支配するべきでしたけど、まあ、やっぱり一人一人の立つ位置だったりパスの質というのがちょっとずつずれてた部分があると思うので、まあ、そこをしっかりと修正していきたいです。まあ、すぐ中3日で、群馬戦に行きます。その群馬戦に向けて一言お願いします。やっぱり次はホームでの試合なので絶対勝ち点3を取って、ファンの皆さんと勝利を分かち合いたいと思います。森田選手に一言どうぞ。次も頑張ろう。おー